日が眩しい。イチかバチか、どっちだおい。マルコと銀河流。生徒会長、ありがとう。執事さん、ありがとう。大蔵省、ありがとう。瑠璃ちゃん、ありがとう。やけに男らしくなりましたね。そして一同に、ごめんなさい。心配かけました。よかった、本当よかったよ。頑張っておそば作るね。で、敵は？現在、市街を越え、ここに向かっています。あれからどうなってます？町の半分は壊滅けど、もう半分は残っている。総力戦さ。マルコ、私も輸血頑張ったわ。姉ちゃんたち、ありがとう。でもごめんなさい、今それどころじゃなくてね。そりゃこっちのセリフっすよ。めんどくせえ家族ぐるみの話は全部あと。てか金髪姉妹いねえし。テラとラッカは現在競技中です。まあいいや、話せなくてもやりますか。かっけえ腕してるもんな。自信作だ、存分に使え。で、あっちゃん、どっか？敵の本陣に。食べてくるって言ってた。追いかける。私も行く。いや、瑠璃ちゃんはここを守んなきゃいけない。俺、待った、一人足りない。もっとでかい声の人、ガッちゃんはどこに？お前の腕が切られた直後、アスタロトに一人挑み、敗北した。敗戦の記憶を引きずっています。すげえ落ち込んでたな。だからおトイレもお弁当も誘ってあげなきゃダメなんですよ。声かけづれえぞ。あの力は必要になります。今はどこに？ここから 15,000km 先です。声かけづれえ。腹、非常食、ブヒ。できたぞ、草木の人形。素敵、いけるいける。さあ、これを売りに町へ降りよう。おーい、ガチャん？帰ってくれ。私はぬるま湯に浸かりすぎた。石も守れず、奴も倒せず、何のための力だ。それにお前は腕を失った。はい、じゃんけん。オン。な、腕がある、どういうことだ？あの時はチームワークバラバラだったから負けたんすよ。それに私も迷いがあったから復活したんすわ。はい、これみんなのボイスメモ。あなたの力が必要なの。ガッチャン、帰って。元気出しなよ。私はあなたが甘栗をむかずに食べるくらい顎が強いのを知ってるわ。いいですか、糖質ゼロと糖類ゼロの違いは。ラーメン作ったわよ、早くしないと伸びるわよ。ガッチャン、帰ってきて。スクランブル交差点っつうのは斜めに渡らないともったいねえよな。あまり知り合いじゃないけど帰ってきて。みんな、ガッちゃんの帰りを待ってますよ。私は
奴に人たちも浴びせることができなかった。もう戦士などではない。巻き割りだ。今では銀河に逃げられ、追う船もない。ガッチャンの力が必要なんすよ。失った者同士、諦めずに信じてみましょうよ。マルコ、情になど投げされん！さらばだ！ガッチャン！ち、じゃんけん負けたくせに。逃げられました。メッセージの質が悪すぎたんじゃねえか。ごめんなさい、正直が一番だと思って。新しい商いを始めよう。この砂の都は素晴らしい。この国が私にはお似合いだ。ガッチャー、どこまで追いかけてくるつもりだ。言っただろ、私は情になど流されんのだ。新しい商いを始めよう。わお、すごいね。握力には自信がある。小麦粉こねしとして雇ってくれ。ガッチャー、いい加減にしろ。どこまで追いかけてくるつもりだ。みんな待ってる。ガッチャの力が必要なんすよ。情には流されんと言ったはずだ。じゃあ力ならいいすか。何？私が勝ったら一回だけ手伝ってもらいます。戦士は辞めると言っても、その宝剣は捨てていない。売ってお金にするわけでもない。これは売れん。両親から受け継いだものだ。だったら。分かった。一度敗れた戦士といえど、心はまだ戦士。お前ごときに負けなどせん。約束っすよ。ふん、仕方のないやつだな。そろそろ腹も減ったところだ。どの道死ねば家族に会えるか。まあ私は死なんがな。死ななそう。一度だけだマルコ、私の力存分に使うといい。わお、すごいね。握力には自信がある。小麦粉こねしとして雇って正解だっただろ。さ、できたぞ。こねた小麦粉だ。わお、すごいね。では次の小麦粉をこねるとしよう。おいマルコ、いつまで待たせる。このままでは私はパン屋を始めてしまうぞ。今は待機っす。お前、ここまで来て動かないのか。町が大変なのだろ。光を待つ。光？ええ、もう時間がないし、戻る燃料も怪しい。うちらはここで、ただただ待ちます。信じて、待つんです。光った。あれは？大蔵省と夢見がちが、合体した。敵シールド、沈黙、聞こえますか、マルコ。
20分以内によろしくお願いします。さあ、ハラ、非常食ブヒッ。準備万端だ。自慢ではないが、私は船酔いするぞ。非常食、お薬ブヒッ。ブラックホールギャラクシー発進。やったー、めでたい。めでたいかめでたくないかは株価が教えてくれるよ。あとは頼んだわよ、マルコ。久しぶり、銀河。吐きそうだ。敵戦艦、沈黙。やった、マランカ。あとはの隣山となれ、あとはの隣山となれ。ラッカ？ラッカ？どうしたの？何をブツブツ言ってるの？あとはのとなれ、山となれ。素敵な言葉だな。よし、頑張ろう、姉さん。いい、ミスゴールドコード会心の笑顔。テラ、私たちにも仕事が。承知、地上戦で。じゃあ行ってくるね。なぜかしら、いつもより怖いわ。テラ、放送を。同じ悲劇を繰り返してはならない。何としてでも守り抜かなくてはならない。私たちは10年前、銀河から来たる鬼と戦うと誓った者たちの集い。だからこの学校
事する方が大変だぞ、この量。お待たせ。おお、やってるやってる。すごいね、見たことない景色。見ろ、東校舎の隔壁が開いた。たくさんお出ましかな。シャッ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 、横取りされんなよ、てめえら。ラジャー、ホケー。よいか、白亜が戻れる場所を作るため、そしてこの町で再びデリバリーをするため、我々は心なきミュータントどもを蹴散らす。えいえい、おー、レッツ。ワニと骨の一団が味方しています。いいいいわ、祝勝をあげましょう。見たことあるサングラスもいます。モニターに映します。映さなくていい、あいつの顔は見たくない。まだ金払ってもらってないしな、債務者には死なれると困るんや。いや、助けて。もう大丈夫だ、この町の安全はこの銀河警察に。銀河警察、銀河警察、チェンジジャスティス。すごい、平気した。銀河警察だ、ここは私に任せろ。銀河警察、復活ジャスティス。子供たちに任せておけ。いいのですか、私たち大人がそんなことで。君も死にたくないだろう。さあ、このまま地下に避難して。なんてこと。やめろ。何を。子供たちは店の奥へ。大丈夫よ、ここが一番安全だから。こんにちは。あの学校卒業しておいてよかったわ。今期が遠のきそうで悲しいけど。死ぬ、戦わずして死ぬぞ。本当にこの薬は効いているのか。見えてきたっすよ、あれが。突っ込むぞーい、捕まれー。館内に侵入者。ほう、あの小娘か。私が行く。放っておけ。決着はつける。よっ、ひゃっほーい。こいつら、あのポット状の入れ物を剥がすと化けるのだろう。心は愚か、自我もなくしたものの末路だ。どけ、怪物退治は慣れている。侵入者発見、アスタロト様に忠誠を誓え。やれやれ、お前たちはそれしか言えないのか。我らこそが銀河の支配者でありだろう。語彙力不足。やっぱ連れてきてよかったわ、あたい先金の活躍。一掃する、宝剣シーラカンスよ、我が力に応えよ。マルコと銀河流。はっちゃん、マルコ、先に行け。ここは私が引き受ける。でも銀河流を探すのだろう。急げ、時間がない。
わかりました。見ただろう、あいつの腕なら治った。そう、よかった。この道を覚えている。私の仲間が殺された道だ。そしてお前と初めて出会った場所だ。忘れるものか。裏切りは許されることではない。言い訳はしない。今度は私がお前をこの場で葬る。あっちゃん待ってて。小娘、生きていたか。美しいと思わないか。この石の輝きを、私こそがこの銀河を支配する竜なのだ。やめておけ。その腕また引き抜かれていた。もう腕じゃない、これは歯だよ。たくさんの悲しみを食ってきた歯だ。あんたの悲しみもすべてこの歯で食らってやる。無駄だ、感情など私には存在しない。盗っ人、お前の友はどこへ消えた。あれだけ威勢のいい銀河流は逃げたのか。違う、あれを見ろ。あっちゃん、あっちゃん。誰の血だ、その血は誰の血だ、言えよ。いえ、心をなくしたか、それともただの反抗期か。憎めよ、さらば愛されん。それこそが貴様の正体だ。所詮貴様は自己愛を感じたいのだ。父を殺したいなどと訴える一方で、結局は奴が孤独になればそばにいようとする。翻ることで悦に浸りたい歪んだ生き物だ。私のことを何も知らないくせに、父との関係を勝手に決めないでほしい。私は私の考えに基づいて。ならばなぜ裏切った、聞かせろ。言えるか。裏切りという名の収縮を父は褒めてくれたか。縮こまったお前の体を見て喜んだか。喜んだのだろうな、ここにいるということは。私の星では裏切り者の首輪を落とす。必ずだ。私はあなたたちを守れなかった。あの子を守れなかった。この子に及んで何を言う。私が蚊が邪魔をした。教えて、私に力があれば変われたの。うつつの世は夢、世の夢こそ誠。父の目指す闇は永遠の夜そのもの。バカめ、明けぬ夜は地獄の始まり。お前の白い肌を照らすこともなくなる。誰にもわからないよ、遠すぎるもの。幼い頃の蓄音機、電波情報、ラジオの調べ、気まぐれな月夜にだけ流れてくるの。緑色、赤い色、黄色、橙色、二つ重なり青い色。私が聞いていた音色は、遥か遠い青い星から流れていた。私たちの銀河には感情がない。どんなものも黒く染まり、そこに白はいらない。けれども隣の銀河からは色が流れてくる、たくさんの色が。私がいけなかったんだよ、私が良くなかったんだよ、私が守れなかったよ、私がダメだったんだと思うよ。蚊が邪魔をする。教えて、私に力があれば変われたの。雨に現れた白夜のカリフラワー、白塗りの瓦礫に輝くシリウス、ライン引き、無限に引かされた白線、終わることのない白い絵日記、上昇、発見、白き声、結河を越えて、一
しむ。オーバーカム。無駄だ。あれはもう、ただの鉄くず。私と共に来い。その黒い瞳には素質がある。お前は絶望を知っている。マルコ、あっちゃん。高いね、ここは。でも、みっともないな。対話を許そう。2分やる。その絶望を深く仕上げておけ。いいよ、無理して喋んなって。絶望に飲まれてはいけないよ。力で締め付けられて終わってしまう。心を失うための調理法さ。君が黒一色に染まるのは待ってるのさ。マルコ、君に謝らなきゃいけない。うかつに君の母親になってあげるなんて言ったこと。静かに。ひどいことを言ったと思うよ。あの時の君のように心を失ったらダメだよ。この銀河に生物がいるのは心を持った生命体がいるからなんだ。静かに喋らないで。一つだけ謝りたいことがあるんだ。君の記憶を食べたこと。一緒にさ、歌ったり踊ったり遊んだりして、悲しみも楽しみと一緒に暮らしていかなきゃいけなかったんだね。悲しみを食ったのなら、見つけた宝の記憶も全て食べられますか？それはなくしちゃいけない。食べれば元気になるよ。食べなよ。あの時みたいにさ、私を見つけた時みたいに。今度は悲しみなんかじゃない。あっちゃんと旅をしてやっと見つけた宝の記憶さ。やめてくれ。私の気持ちを食わせてやる。私の母親の記憶、気持ち、全部やるから。おいしそうだな。でもダメだよ。それは君の強さなんだ。母親に新しい家族がいても、君はその母親を呪ったりしない。怒ったりしない。僕には不思議で仕方なかった。憎まないのかって、怒ったりしないのかって。大切な人が大切にしているものを当たり前のように大切にしようっていう気持ちが僕には不思議で、こんなに一緒にいたのにさ、まだまだ不思議なことがあるんだって。でもね、自分に置き換えて考えてみたんだ。そしたら僕も思ったんだよ。君に元気でいてほしい。よく食べて、よく眠って、笑って、いてほしい。君と、君に関わるもの、すべてに。それが、君の強さなんだよ。君は、教えることができるんだ。盗んでばかりじゃない。人に、与えることもできるんだよ。それって、最強じゃないか。相反するものが二つ一緒に君の心にあるんだ。決してなくしちゃいけないよ。その宝物は君の頭の中にあるべきなんだ。母親との記憶も君の頭の中にあるべきなんだ。光のないところじゃダイヤもただの石ころさ。
グズグズするなよ。ここでグズグズするなら君との記憶は食べてしまうよ。君は僕を忘れるし、僕も君を忘れる。君の母親が君を忘れ、君が母親を忘れていたように。でも僕は少し生きながらえるだろう。どうだい、取引さ。いやかい。ほら言ってくれ、大切にしたいんだ君との思い出はね。君もそう思うだろ、マルコ。貴様が弱くなった理由を知りたいか。受け入れられたからだ。青い星でのわずかな暮らしがお前を脆くした。そんなことではもう誰も殺せぬ。羨ましかった。月夜だけに聞こえるあのピアノの音色が、同じ年の子の奏でる音色こそがいじめられていた私を支えていた。私の銀河には箱もない、希望もない、残され妬む愛もない。混沌とともに何もかも聞こえなくなった。誰があのピアニストをさらったのか。遠い銀河の心の支えを、わずか6つばかりの子供の輝きを、いとも簡単に絶やす銀河なのなら消えてなくなれと呪うことの何がいけないのか、私には分からなかった。学校だけは真面目に言ってたのに。くだらん。他人の不幸だと少しも悲しくならないな。父を止めてお願い。ああ、お前は先に行け。お前は死んだ。私をあの時殺さなかったこと、その加護をたった今使い切ったと思え、次はない。私、あの子に謝ってくる。この揺れは竜の方向。一つ教えてやる。マルコと言ったな。お前たちの星から人を盗んだのは私だ。そして私はお前たちを売りさばいた。人間は高く売れた。良い金になった。しかし本当の目的は金ではない。白亜が唯一耳を傾けていたのは、古い蓄音機から流れるお前の演奏だった。白亜にお前を贈り物として届けてやろうとしたが、賊に奪われた。お前をさらい、永遠に奴隷として引かせるはずだったが、今、お前はここにいる。諦めろ。宝など探しても無駄だ。皆殺しにした。賊に盗まれたお前だけが助かったのだ。そう、その瞳だ。やはり探しておくべきだった。その瞳は得意点。感情のない我らと相入れるところがある。お前は優秀だ。まるで一つの作品だ。あんたに感情がないなんてのは嘘だ。あんたは今、誰よりも興奮してるよ。うめえもん食った時は大体そうだ。得られる喜びと失う悲しみを同時に味わう。それがある限り、あんたの心は育っちまう。娘に贈り物だなんて、
素敵な父親じゃないっすか。10年前、お前を我々が盗めていれば、私の後継者はお前だったかもしれない。君の悪いこと言うんじゃねえよ。竜の前では宝剣も生くらよ。お前の家族は私が殺した。貴様、父上。仕留め損ねたのか、ハクは。もうやめて。色づいたか、失敗作。教えたはずだ、感情など必要ないと。この銀河は感情に包まれている。あってはならぬことだ。銀河は常に漆黒へ向かうべきなのだ。そこに星などあってはならぬ。命など存在してはならぬ。全ては黒金へと回帰すべきなのだ。別れは済んだか。あんたは何も分かっちゃいない。銀河に命が生まれるのは、この子のいる銀河だからなんだ。一緒に笑う人がいて、一緒に怒る人がいて、悲しむ人がいて、一緒にいるからうまく泣けて、一緒にいるから楽しいんだ。心があるから生まれるんだよ。石ころなんかに頼ってんじゃねえよ。教えてやる。人の不幸を願うことこそが無意味だってことを。その石のために争いがあり、不幸があるのなら、私はそれを盗み続ける。聞いてるかい。おい、あんたの胸に堂々光ってるじゃんか。仕上がったか。あまたの星を滅ぼしてきたが、その怒りはまるで同じ。奴らが最後に持つ感情だ。その怒りを力でねじ伏せられた時、お前は心を失う。うるせえよ。相手をしてやる。竜と同化した我が力を存分に味わえ。来い、マルコ。姿を現すと、いいだろう。貴様から先に片付けてくれる。我が銀河の煮えとなるがいい。誰の銀河だって。貴様。
ぜだ。竜の力を手に入れた私こそが最強だ。あんたは竜にはなれない。やめろ。何をする。その意志は。娘が。いくらになるかな。この歯は気持ちを喰らう。少しでも感情を見せた。あんたの負けだ。あんたは。最後に楽しんだか。恐怖したか。それとも、後悔したか。マルコ、ダメだよ。心をなくしたら、昔の君に戻ってしまう。少しエクボを作ってさ、にししってね、出ないとせっかくの宝物も曇ってしまうよ。ほら、今の君を見てもお母さんが悲しまないようにさ。その腕、その体に僕はいる。少しでも君と一緒になれたことは僕は嬉しいよ。痛い歯医者も我慢した甲斐があったというもんさ。恋ではなく愛でもなく、なんだろうね、この温かい気持ち。家族でもない友情かな。きっとそれは何でもないよ。言葉になってもいない、まだ生まれてきていない感情だよ。この銀河は生物がたくさんいる。そこで感じる気持ちこそが宝なんだ。それを失ったらダメだ。あっちゃん、帰ろ。最後の仕事だ。君を青い星へ返すよ。行け。あっちゃん。いい気味だね。言っただろう、取引だと。君の記憶はうまかったよ。だから生きながらいるのさ。君みたいな間抜けな生き物がいる限りね。僕はとうに生きるのさ。ろくなもんじゃなかったよ。君との暮らしはさ、ろくなもんじゃなかった。どうして人の真似事なんてしなきゃいけないのさ。どうしてガリガリの子供に分けないといけないのさ。パンくずすらも分けなきゃいけないのさ。全ては僕のものさ。君は誰だい。僕は清々しているよ。僕は忘れたよ。君が誰かも。嘘つけバカ、早く来い。銀河竜って知ってるかい。いつもお腹は腹ペコで自分と同じ形のやつもいない。どこへ行ってものけものですぐにどっかに隠れてしまう。友達できてもあっという間、最後はペロリと食べてしまう。僕こそが銀河竜さ。この銀河を支配している竜なのさ。もたもたしてるとお前の肉も食らうよ。厄介者は消えたんだ。
心置きなく僕が銀河を支配できる。あっちゃん、何ビビってんだ。あっちゃんは一人じゃない。もう一人じゃないんだ。近寄るな、食らうぞ。食らえよ、今が一番。平気なのさ。眠ればすぐに忘れちゃうのさ。約束はさ、守んなよ。守ってよ。頼むから、頼むから、お願いだから。美味しくなる。それまで。マルコ、ご飯残しちゃダメだよ。歯磨きも忘れずに、お母さんによろしくね、ギンガリュー。やめろマルコ。名前をよこせ、お前の名前を。私に似たあんたの名前だ。忘れたくないんだ。やめろ。ここに残れば奴に食われる。あれは銀河の中心に戻るつもりだ。話せ、あの子死ぬ気だ。いつも一緒だったんだ。あの子がいたから私は。マルコ、今はごめんなさい。でも信じてあげて、この船は青い星に向かっている。竜はそれを食べようとしている。悲しみにまみれたこの船を。くだんね。だったら誘えよ。なんで誘ってくれないのさ。一緒に食べようって誘ってくれたじゃん。いつもさ、どんなにまずくても、どんなに苦くても、誰かと食うことの喜びを教えてくれたじゃんさ。非常食。あの子は結局お前も食わんかったな。脱出経路は？ゴミ捨て場から外に出られる。ハイポッドか。この船がブラックホールになる前に急いで。最後くらい名前を呼びたいけど消えかかってるよ、銀河流。銀河流って知ってるかい？いっつもお腹は腹ペコで、自分と同じ形のやつもいない。どこへ行ってものけもので、すぐブラックホールに隠れちまう。たくさん時間が流れた。ある日のこと、銀河流は子供を見つけた。その時の彼女の瞳は黒くて深くて、まるで銀河の中心みたいだったんだ。真っ黒なのにキラキラと輝いて、一瞬で吸い込まれそうになった。初めて仲間を見た気がしたんだ。だから銀河流はね、その子を肥やすことにした。ブクブク太らせてから食べようと、きっと美味しくなるに違いない。そう、約束したんだ。恋とかじゃないんだ。ただ約束をしたんだ。可愛くて大きくて美味しそうなその子の姿を想像したら、
安らぎを覚えて眠って起きても、その温かさは残っていたんだ。いつまでも残っていたんだ。おや、まだ生き残りがいた。そうか、君は誰かに盗まれたんだね。悲しいかい？一緒に行こう。銀河はとても綺麗だよ。全然上手じゃないのに。マルコと銀河流。やっぱやめた。時々練習するわ。こんなん弾けてたんか、私。クソやべえな。いやー、もうやんねえ。腹減ったー。ブヒ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 。非常食殿、我々はこれからどこへ向かいましょう。ブヒ。非常食殿、あなたは私の先輩なのですから指示を待ちます。ブヒ。承知しました。私たちの主マルコ殿を迎えに行きましょう。マルコ殿！おひー。なんで喋れるようになってんすか、ハラ。フルパワーで稼働中でございます。これからの旅、愉快な旅にしましょうね。おひー。ミュージックスタート。あれから町は復興に向けて動き出し、私は水質調査をしている。この星の海が汚れないように。ええ、各所の掃除も時間をかけて終わらせましょう。この海底には沈没船があるというの。母の書庫にあったの。伊勢崎家の遺産がきっと釣り上がるはず。いかがでしょう。どれも偽物だね。なんてこと。せっかくラッカを励まそうと思ったのに。お金ならまたコツコツ稼いでいくよ。でも愛情感じちゃうな。おもちゃをわざわざ沈めてたなんて。お母さんの遺産っておもちゃ沈めてたんですか。ねえ、これマルコにも見せてあげましょうよ。もう行っちゃったよ。へえ、私挨拶されてない。でも抹茶っぽくていっか。まずい、雇わないと。あー、でもお金がない。私もおそば届けに行こう。市長、再選おめでとうございます。うむ、このゴールドコードは私たちが守る。どうす。一個だけ疑問があって。なんで言わなかったんすか。私をアスタロトから盗んだって。ああ、知らねえな。ふん、だったらいいんすけど。盗みったのは誰かを救うこともあるんだって。そんな説教じみたこと言えねえだろ。つか、そんなこと言ってる俺様がいたらムカつくだろ。うん。つか、この銀河は俺らの島だ。隣の銀河から来て盗むってのはちげえだろうがよ。なんすか、語りたいんすか。チャー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 。で、石はどうした。うん、おい、やる。これまでの感謝の気持ちっす。あんたがいなけりゃ私は隣の銀河で心なき奴隷だったかもしれんし。マルコ、俺
は父親として嬉しく思うぜ。親父ではねえしょ。でもお揃いじゃねえか。全然ちげえし。つか石ある代わりに休暇はもらいやすし。おう、どこへ行く気だ。非常食が教えてくれてさ。ぶひ、出品されてたんすよ。何が。宝が。へへ、面白そうじゃねえか。誰だか知らんけど、私のアカウント使っててめっちゃ高くてさ、買うためには金が必要なんすわ。なのでしばらく銀河をうろうろしてきます。いいだろう、元気にやるよ。シャー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 。だから言っただろう、あいつはできるやつなんだよ。本当はよ、さすが俺様の娘だぜ。あのアスタロトをやっちまうくらいなんだからな。うおお、今度は丸ごと残ってる。シャー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 。食いかけじゃないですね。やりましたね、旗付きですね。でも石じゃないですね。そんなこと分かってんだよ。マルコの野郎、絶対殺さ。青い空、青い星、どん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 、希望で満ちていくな。顎から電磁波飛ぶようになっちゃった。もう最高。次。お待たせした、おでんの配達だ。だってね、骨星人が。しかも頼んでねえし、住所見るに隣の番地だし。次回の念と反省を込めて皆に配っている。俺なりの気持ちだ。異性なよそ行けよ。体に肉をつけようと思う。よそ行けっつってんだろ。お待たせしました、おでんの配達です。あ、だから頼んでねっつってんだろ。さて、ハクアを探すか。配達行っちゃうの。なんで。すべて分かり合えたじゃない。これからはこの星で姉妹仲良くやっていきましょうよ。ピアノもほら、ほこりかぶったら大変でしょ。苦しい。話せ話せ。こら姉ちゃん、こら。お姉ちゃんって呼んでくれた。うるせえぞ優子。いいじゃない、血のつながりを思えばこれくらい。マルコ、気をつけてな。うっす。思えばあんたも姉ちゃんか。いいよ、好きに呼べ。桜子姉ちゃんって呼ぶのはちょっとはずいんで。ブチギレヤンキーババアだな。ちょっと来い。あはは、うそうそ。元気でな。うっす。いい感じに故郷感出してきたな。いい感じに故郷みたいだろ。いい感じにお世話になりました。そんじゃバイビー。うまい。あ、なっちゃん、私はしばらくこの星にいるつもりだ。用心棒を必要としているらしい。お前はまた宝探しか。風の噂でしかないっすけど、銀河流って知ってます？伝説でなら聞いたことがある。きっとどこかにいるだろう。うん、バイビー。なんか探しに行かなきゃいけない気がするんすよ。もし記憶が消えても気持ちは決して消えたりしない。私の気持ちは竜の胃袋より大きい。ブラックホールなんかよりも大きいんすわ。
ーい少年なる。わーい、ありがとう。お姉ちゃん何にも分かってないな。プラモデルは完成させるまでも楽しいんだよ。あ、わかんねえ。作るまでが楽しいんすか。そうだよ。次はさ、これのワンスケール大きいやつちょうだいよ。わかんねえ。しかも生意気だな。あ、お姉ちゃん、名前。お母さんにさ、親切にしてくれた人の名前は忘れるなって教わってんだ。マルコ。マルコ。それじゃあね、マルコ。うん、バイビー。ほら、非常食ぶひ行こうぜ。まずは食費稼ぎからだ。流れ星さ出かけよう、美味しそうな匂い、昨日よりもワクワクしてる。この気持ち不思議だね。光すら抜け出せない曲がりくねった道、飛び込んでみる先にあるのはきっとごちそう。片付けて。貴重なものばっかなんすよ。売れなきゃただのガラクタ。いや、まあそうなんすけどね。ブヒン。ショップどこっすか。あれ、やっとガラクタが片付く。さて、いくらになるかな。マルコと銀河流